私をあげてもいいのよ。君は残酷だ。ずいぶんひどい言い方ね。あなたの方が残酷だと思うわ。いいじゃないの、すぐ帰らなくたって。逃げるなんて卑怯よ。解釈とは何だ。国分さんは太陽から生まれたダイヤモンドのような人だからな。驚き。そんな人現代に生息してんの。あんたたち誘惑しないでよ。何考えてるか分かってるわ、国分次郎ね。あいつまだ女を知らないんだろうな。どうって。だとしたらどうしても奴に経験させてやらなきゃ。若い者の反目は一種の友情だよ。お前は大人の世界をバカに醜いものと思い込んでるらしいが、それが生きていく現実だ。お宅の中にも生きがいがあるというものさ。敗北です。スカッとした。よっ、いい気持ちだった。いや、僕は剣道部の国府だ。君らは大学の名誉を傷つける行為をした。だからこの席を代わってくれ。俺だって夢は持ってるよ。しかしくだらないことを考える暇はないんだ。くだらない？将来を考えることがですか？そうだよ。じゃあ国分さんの生きてる目的は何ですか？現在の充実だ。剣だよ。やるだけやる。俺についてくれば絶対に間違いはないんだ。だから俺を信じてついてこい。